はい、今日はですね、この玉野市宇野にやってきました。この岡山と香川を結ぶフェリーがね、以前通ってたんですけども、もう今となってはね廃止、休止されてね、直島とか、まあ、瀬戸内芸術祭関係の、船のみが、およそ動いているという感じになっております。で、今回そのエリアに魚市場があるということでやってきました。結構ねこれずらっと並んでるんですけども、もうほんとこのこれはねもうなんかこの辺にカフェができたりね、なんか最近若者向けのお店ができたりとかいう中での今日のお店なんですけども、今日はシーサイドマート多摩の魚市場に行ってみようかなと思います。平日もやってるんですけどね、そんなに魚とか料理が出たりとかいうわけじゃなくて、まあ、土日祝日は結構こんな感じで賑やかな感じで飲食系もあるということです。あ、すいません、土日祝日のなんか限定メニューが、あー、なるほど、はい、はい、はい、今回はねこのあら汁とこの漬け丼をね注文いたしました。できました、漬け丼とあら汁でございます。もう持ってきてくれる以外は基本的にセルフサービスなので、味が足りない場合は、目の前にある、セルフコーナーで、まあ、タレをかけるということになっています。ちょっと入れておきましょうかね。こんな感じでいろいろとね入っております。一口サイズの海鮮というか漬け丼いただきます。この海苔の風味とこの甘い海鮮の醤油ダレがいいですね。うん、思った以上にちょっと刺身のね量が濃いです。こちらのあら汁をいただこうかな。250円です。大きな入ってます。
ただきます。ちょうど無駄のねない味です。うん、というわけでね、今日はこんな感じでお届けいたしました。まあ、このね、国道フェリーとかがね、通ってた頃はすごい賑やかな、街だったんですけれども、なかなか今となっては、ね、訪れることがねないような、エリアになってるんですけど、まあ、その中で、まあ、いろんなお店が最近でき始めてるということで今回ご紹介いたしました。今回のね、このシーサイドまあ、あと、魚市場なんですけども、まあ、土日限定で、まあ、祝日限定で、飲食系の販売をしていると、飲食というか、あの店内でねいただくことができるというシステムだそうです。でそれ以外の平日は、普通にあの魚少数売ってたりしてるような感じでございます。ぜひ皆さんも行ってみてください。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。